ははい、えー、皆さんこんばんこば、えー、のンですそれでは今日はの令和3年の司法書士試験ですね、えー、受験を終えられた皆さん方に対して、えー、初級知識を生かす2年目合格必勝法というタイトルでお話をさせていただこうと思います。 今日二年目合格必勝法というタイトルがついているからには主にあの初級受験生で今年一回目受験を終えられた方を対象にしております。ですがレックの中上級令和三年の試験を踏まえましての中上級公開講座は第一発目ですので、これ YouTube 等で見てくださっている方もたくさんいらっしゃると思います。先ほどの森山さんの基準点予想を踏まえましてもうちょっと突っ込んだ話もしていこうと思います。ですからあの一回目受験生の方に限らずですね。 まずあのもしチャンネルをはあの YouTube 越しでご覧になっている方はチャンネルを変えずにご覧になっていただきたいと思います。チャンネルを変えずにですよ。変えずにご覧になっていただければと思います。何を言いたいのか分かりますよね。チャンネルを変えずにあのちょっと突っ込んだですね話をさせていただきます。あの森山さんが10分間にわたりまして。え ちょろしあのちょっとだけ用の、えー、成績診断のですね今日現在の数字を皆さんにお見せしましたと思うのですがちょっと,目ん,玉と目ん玉飛び出るようなことを事前に私、森山さんとあの話すり合わせていますが。 えーっていうようなことを彼は言ったんじゃないかと思いますおおいおい当日に聞いた話と違うじゃないかっていう話が飛び出してきたことはあの想像に難くないというかもう何を話したか知ってますから、えー、皆さんにとっては聞いてねえよっていうことになっていらっしゃるかと思うのですが今日はそういったその基準点予想もちろん最終的にレックとしての予想は、えー、検証会の時にお話をさせていただきますので、えー、今日はあくまで暫定数字ということになりますが私個人としては森山さんと実は意見違います。意見違うの であのそこも踏まえまして基準点予想をさせていただきたいのとあとは今日、あえてレジュメを作らなかったのはですね今日、私、この前に個別相談皆さんから受けたまってたんですね。ねそこであのあののー まあ聞いた受験生の生の声を参考に記述についてもちょっと大胆にどれぐらいのところが取れていればどれぐらい取れるのかという,ようなことを本当第一報ですよ、これどんどん,どんどん更新していきますどんどんん更新していきますが第一報の予想をさせていただこうと思っております。ですから今日はその2年目うんちゃらかんちゃらというタイトルついてるんですが2年目うんちゃらかんちゃらというよりかは私個人的なあの本試験の所管ですよね。そそういったものととあは簡単にれれからこれかららこ どう勉強していくのかという、まあ、道筋、方向性の選択肢の紹介をしていくこれを取りなさいあれをこうしなさいというようなそういった言い方は検証会前にはあまりしたくはない、えー、ですのであくまでもその選択肢のご紹介にとどめつつ主に本試験の所簡を述べさせていただこうと思います、えー、今日あの、ご参加の方並びにこれ聞いてくださっている方はできれば本試験の問題冊子こちら両方手元にご準備していただけるとありがたいと。 特に問題冊子通学で聞いてくださっている方にはお持ちでない方お渡しをする用意は少なくともしているんですが大変申し訳ないエルタワーに今、聞いてくださっている方のみとさせていただきまして、えー、各レックの本校ないしはウェブで聞いてくださっている方はご自分でご用意していただきたいなと、えーまあ、プレゼンターに移してまいりますのでお手元にない場合にはそちらをご覧になってください。 さあそれではあの令和3年の少子試験本当にお疲れ様でしたあの実は、もう4日経っているんですが私もまだ疲れが抜けないこ,こんなことは初めてでしてそのいや単に私が年取っただけだと思うんですが、まあ、あのそれこそ34年前は。 次の日は、まあ、もうそれこそぐったりですが火曜日ぐらいになったら元気になってたんですけどねおかしいな、おかしいなと思いつつ、えーまあ、ちょっと実務の方も立て込んでたこともあってそうは言っても、ね、実務の方うしわ寄せいかうわけにはいきませんからいろ,いろまあ出たり入ったりしていたからかとは思うんですがなかなかまだまだ疲れが取れない状況で、まあ、受けられた皆さん方はもっとねなおさらいまだに疲労困憊という方も多いと思います、まあそれだけの試験え本当にお疲れ様だったと思います。 さあそして、あの今年の試験非常に顕著なことがまあ判明をしております、えー、午後が難しいもう午前に対して午後何なんなのあれっていう、えー、状況だと思いますでそれはあの実は皆様からいただいた成績データリサーチにも如実に出てきておりまして そうだ、成績データリサーチのことについて申し上げると昨年よりも同日比で100名以上の方多くの方からご,ご協力をいただいておりますネックはもう、えー、全ての予備校、えー、おおの中で一番この成績診断に協力してくださる受験生の方、えー、多くいらっしゃいますのでね、本当にそれはありがたい限りです、えー、ご協力いただいた方本当にありがとうございます。えー、今日現在、名、600名弱のの方からの、えー、こうデータをいいいただいててい、る数字でもってまずは基準 点の予想をさせていただ、きたい森山さんが先ほど言ったたと思いますただ森山さんあくまでも幅を持たせた言い方をし,たしましたよねで、えー、ここではちょっと個人的な見解であることをお断りした上でえで、ー、少し突っ込んだお話をしていきたいと思いますまずはですね午前の部なんですけれども森山さんは今年のデータリサーチの数字を出したんじゃないかと思うのですがこれ、実は同日比。 2020年度、ねだから去年ね去年、去年の同日日ですだから木曜日現在、同じ時間え夜夜じゃない夕方4時夕方4時現在の去年ですよ去年の成績データリサーチの,おーあのデータなんです。これ去去年年のででですすすかねはは午前は25だったん点、はい、点プラスして75点です偏差値 47.9%、47.9%、えー 47. 47.、偏差値ですから、パーセンテージおかしいですね、47.9、これが、えー、結果として蓋を開けた時きの2一年のお、平成20年の、二十年、昨年の、平成20年、昨年のお基準点だったということは、皆さんご存知の通りです。25 点,点数換算75点、偏差値47.9、これが昨年同日比の成績データリサーチ上の偏差値なんです、その上26点は49.6、その上27点は51.2、そして下は24点が46.2、23点が44.5です、はい、これ、よく覚えておいてくださいね。 同じ今日現在、これさっき森山さんが言ったと思います森山さんが言ったと思うんですが今日現在の、はい、これが同じ木曜日の成績データリサーチ2021年度午前の部、はい、25、45.626、えー、45. ね、47.4なんですさ,あさっきのこれと比べてみましょう先ほどの同じところで、えー、こんな感じになるかな。 はい、25、47.9で、えー、こちら26、47.4ですでこの数字だけを頼りにしますと昨年比で考えますと今年は26が相場ということが見えてきそうですよね単純に偏差値ベースでいくとですであの森山さん、さっき29もあり得るみたいなこと言ってませんでした まあ29あの安心配を取る、まあ、森山さんの性格上あの彼は慎重派ですから29もあり得る話だなんてことを言ってたと思うんですが29はないと思います29はない28もないで26というのが今のところお少し、まあ、見えてきた数字なのかなと思うのですがところがここでちょっと一つ気をつけなければいけないんですそれがですねその前の年あごめんなさい、コピーを持ってこなかったんですが前の年前 前の年の20、えー、2019年19年までいきますとちょうどこのあの昨年でいうとこの、えー、基準点ラインのところの偏差値が50前後までいっているんです。同日日比、木曜日換算で。えー 2019年ですと偏差値50ラインが木曜日の時点の結果として蓋を開けた正解の基準点ラインなんですね。で昨年はですからあえて下げてるんですあえて午前のお基準点を下げてきてるんですねだから昨年で言うと実は私、昨年初めて基準点外したんです基準点外しましたしそれを皆さんにお,お叱りいただきましたしまあ、あのにんちゃんごちゃんだなんだではフルポックにされましたけど、ね、あの低く出たんだからいいんじゃないかとかって開き直ったんですけどあんまり許してもらえず。 にあのかなり皆さんからお叱りいただきましたが当時、ねえーあのー、去年は、えー、26か27って言ってたんですよ。 と言いますのも27が検証会の時には50まで偏差値が下がっていったからなんですあの最初に成績がいい人たちが出していって後からあやっぱり出そうかなっていうそれほどでもない方たちが出してくるっていう傾向は毎年あると言われているんですねそうすると最初に偏差値が高めに出てだんだん下がってくるで昨年のところでは検証会の当日では27が偏差値50ラインで例年でいうと基準点ラインだったんです。だかから、えー、私は26か27と予想して んですが蓋を開けてててみたらあえて下げての25だったんです、ね、だから低く外してしまったとあだから高く予想して、えー、結果は低く出たということだったんですがそれはもうあえて、えー、午前を下げざるを得ない理由があったということだったと思いますで、それはです、ね、午後の方で下げてしまうと多分、期日の採点に残る数大体2000だと言われていますがその2000にうまく乗らなかったんだと思うんですね。ののの採点に残す人の人数というのは 2000でそれは記述の採点に協力していただく現役司法書士の先生たちをあらかじめ人数確保していることからも多分。うん 2000というものは今後も確保していくつもりなんだと思います。ということで、ですね、えー、うまく2000近くになるために午前を下げるか午後を下げるか、ね、そこで調整をしたんだと思われます、その結果、えー、去年は午前を下げて、えー、あえて2000近くにまで持っていったんだろうということが、まあ、結果としては予測予測というかまあ後の祭りですが、えーまあ、想像するにそういうことだったと思うんですね。で今年年はははそれをどうううししてててくくるるののかかかりまません同同じように去年と同じよよにに去と午午前を下げて調整してくるのかはたまた午後 を下げるのか、ね、それは分かりませんし午前と午後をこっちを1点上げてこっちを1問下げてど、ね、うやって残った人の想定人数がちょうど2000人弱2000人近くになるような数字でやってこられたらもう偏差値で検討することは何の意味もないということにはなってしまうんですがただ偏差値ベースだけで見ると今年はこの26か そうですね26か27あたりのところがですね一つ、基準点として見えてくるんじゃないかなとただ、もちろん25というのもまだまだあの捨て切れた数字ではありません、えー、検証会当日は私、25より上がることはないと言ったんですそういう意味では全言を撤回していることになりますがこれはもう皆さん方の頑張りが、えー、私たちの予想を超えていた。であのー いいですよどうぞ,どうぞあの運動外したじゃねえかみたいなこと言っていただいていいんですけどただ、レックの参考人も去年よりも、えー、あの上がることはないだろうという,ふうに3人とも言ってましたからね私だけじゃない、えー、ですから、まあ、それで25か4という,ふうに言わせていただいたんですが、まあ、この数字だけ見ていると25はもちろんワンチャンあるんですが26、えー、高く出ちゃうと27ということが現実的なのかなという,ふうには予想しております。ただし この倍の数来ます。あの検証構えだな間にこの倍の数がデータとして乗、えー、ってきますとどんどん数字って変わってきますから今あのこの今日木曜日現在の数字としてお聞きいただきたいと思います。じゃあ午後いきますよ午後午後の分同じように。 昨年の午後の数字からまずはお見せしますと昨年の午後のところですね2020年の木曜日午後の部の偏差値です、はい、昨年24でしたね24、72点51.8です 51.、これが検証会になると50点ぐらいになってくる。つまり2019年まり年では 順当に偏差値50ラインが午前、午後の基準点それも検証会当日の偏差値50ラインが、えー、あの基準点っていうのがもう固定だったんですよだから我々ね、ねドヤ顔ではあの当てたとか言って言ってましたけどまあ、まあ実は皆さん方のご協力の賜物だったといえばそれまでなんですがそれが崩れたのが、えー、まあ ここの2020年とということになってくるんですねで2020年24が偏差値51.8で当日検証会ではこれが49.9とか49.8とかなったかな50ぐらいまで下がっていってということで午後はレックとして去年当ててます去年当ててる午後はだからいじらなかったんですねで午前の方をまあ,あえて下げたとじゃあこれを踏まえて今年2021年の午後はどうなるのかというとですよこれです 2021年、今日午後現在さっき盛山さん言ってましたね森山さん言いましたよねはい、えー、25.7555.7ないです、25。25、絶対ないこんな55.7なんていうのはもうあ,ありえない高さですから偏差値が高いということで25がない24、54.1、えー、ないです23、52.6ないですね22、51.0。 えー、ここら辺じゃないですか、ちょうどだから、えー、24の51.8を今年換算にすると、この22、22、51.0という数字が、ちょうど同じ同日日付合わせでいうところの偏差値ベースで出てきた数字。 とということは平成31年史上最低の基準点だった平成31年と同じ数字がまあ見えてきているということになりますでもしかしたらその午前を26とか7とかに上げてくる反面こちらを21まで下げるということもあり得ない話ではなくなってきていますで正直、ですね25以上を取ったという声がまあ少ない。 レックでもたった二百一人ですよ。二十五以上取った方の累計が二百一人しかいないんですよ。こんなことありえないほど少ないんです。去年のところで考えると、えっ、ー、とに。 えー200まあ、去年よりも、ね、ちょっと100人ほど今年は多く皆さんに協力していただいているので、えー、あれなんですが、まあ、ちょっと人数はあんまり関係ないか母数が違うから関係ないか比べてもしょうがないんですがそれにしても25以上取った人が200人しかいないこの惨憺たる現状で、えー、個別相談して分かったことを申し上げますと午前34点午後19点とかいうえ、ね、えーっていうようなあの方を3人もうすでに聞いてます1人なんか35、19。 えー、今日もいらっしゃいました3120、えーねえー、とか3322、えー、とかその本当に午前と午後で10問近くの差が出てきてしまう10点じゃないでしょ十10問ですよというような方が全然珍しくない、えー、平成31年もその傾向確かにあったんですがでも31年より何か主観としては多いような気がします午後がとにかくできてない で25点以上で,できた人が非常に少ない、逆に25点以上取っていらっしゃるのであれば、大いに自信を持っていただいていいんじゃないかなというのが、今年の傾向ということになってきます。となると、午後については、まあ、21もある、22、21、ねまあ、20二十つのはちょっとないと思いますけど、21、22なんていうのも。まあ もちろん高く出ちゃって午前を下げて午前を例えば24にして午後23とかいうのは、まあ、あると思います午後を高くする代わり午前を低くするで、えー、期日確保の2000人を、えー、叩き出すということはあるかもしれませんがあの5チャンネルとかで言ってるようなめちゃくちゃ高いような数字にはならないんじゃないかとあの5チャンネルすごいですよあの、えー、午前29。 午後,なんだっけ午後24より下がることはないなんていうふうなことが、ねまあ、一時期言われてましたけど、まあ、ちょっと今日みあの来る前にみ見たらそ,そこまであのみ見見見ててるんでででですすすよ私もが見たらですねそこまであのなんだろう高めの、えー、意見を述べている人はだんだん淘汰されているような感じはしましたけれども、えー、今のデータとしてはこういう数字ですただ、ここからさっきも言いましたが倍の人数増えます。 もう1000人近くまで皆さん検証会までの間にご協力いただきますのでそうすると、ね、どんどん変わってくるんですでその変わってき、えー、てくれなきゃ困りますし、えー、それだけあのお正確な数字に近づいてくるかと思いますのでまだご提出されていない方は、ね、ぜひあのお社会貢献だと思ってです、ね、これあの出していただいて絶対出せばいいことありますからねありますのであのおぜひ提出をして、えー、ご協力いただきたいなと思っているところです。さあそうなりますと、まあ、高め午前高め 目の27で来ちゃった時に例えば午後は21とかねで、えー、午前が26とか5で来た場合には午後が22とかね。ね いうような組み合わせになってくるというのが1つ、まあ、現実路線、えー、もちろん、えー当日、検証会当日に私が午前の部を責任を持ってあの最終的に予測していきますから、えー、今の数字と変わることがあるかと思いますあ変わると思いますあの変わってくると思いますし例年変わってきますからそこはの最終的に検証会をぜひ待ってほしいんです、えー、検証会のところが最終的なレックとしての予想になりますので。えー そこはぜひお聞きいただきたいんですが今現状としてはそんな感じですで午後、卓越の,、ね、の点数が非常に皆さん安定していないというのはもうあちらこちらから聞かれてくる声でしてね本当に逆にあの基準点両方付近まで行った人ってあんまりいないんですよ。あの 午前が突出してできているのに午後ができてないという人ばっかりあのお目にかかってます本当にだから2624だったんですとか26の,の25だったんですっていう本当に基準点ギリ両方いってるかねみたいな人の方がむしろ少ない、ね、午後が突出してできないという方が非常に多い傾向にあるということは申し上げておきます。 さあそして記述です記述なんですが、えー、これはねあのい、ー、まだに私も50人ほどからの報告その50人のうち40人近くもツイッター上の DM でもう今、便利ですねあのツイッター上であのご自分の再現答案をでと、えー、あのカメラで撮ってそれを DM で送ってきてくださっているっていう、まあ、ありがたい限りなんですがそういった方たちの報告を受けていったことを今現状、簡単にまだ。あのー 私もこれまだちょっとつかみきれてないので、えー、あくまであれですよ、書簡をボロボロ言うだけですよ。ボロボロロねあの。全くまとまってません、私もまとまってないので本当にあの垂れ流し状態でお話しするとまず第1弾、第1弾と第4弾この2つだけかけてれば不当はいいんじゃないですか、もういいでしょ。第1弾と第4弾、第1弾の名変と移転これはずれたくない、これはずれたくないんですよ。 名変と移転この名変飛ばしはもう最悪名変飛ばしやっちゃうと一覧ゼロ点になっちゃう可能性が高いので名変飛ばしはないとしてもですよ名変入れましたからの会社分割による移転これとあと利益相反の4欄が形になってればもうあの不当に関してはもう許してあげます許してあげますという言い方 <laughs> おかしいですがあのもういいしょうがないもうそ,そ,れそれがある意味皆さん方の最低支守ラインね。 でちなみに、称、え、号、ー、変更気づいたんだけど住所移転気づかなかなった本店移転気づかなかった政府です、政府名変が入っていればいい称号変更は気づいたんだけど本店移転、えー、飛ばしてしまったっていうのは名変が入っていることには他ならないので大きな失点にはならないと思う補、あのー、補正正でで聞聞きます補正で聞くだけども名変飛ばしちゃうと補正では効かない却下になっちゃいますからこれはあの名変はとにかく入れていってほしい。でですよ第、えー 一覧の称号変更と本店移転を二件に分けちゃったっていう方いらっしゃいますかねあの実は公私館ではあれ二件に分けるんじゃないのっていう声が実はあのあったんですよ私も初めて見た時にあれこれ二件かなって思いましたで、えー 逆にその一括申請する勇気っていうのを持てた方が蓋を開けてみたら一括申請した方の方が多いという現状を見ていや私も本当に素直にあのすごいな、皆さんと思いましたでそこのねもちふんぎりには相当な勇気がいたんだと思うんですが実は誰とは言いませんが講師の多くは2件説が最初飛び交っていたことは正直に申し上げます2件に分けるんじゃないか,だから明編2件からの移転じゃないかっていうね。あの だけれども蓋を開けると免疫に気づいた人はみんなちゃんとあの一軒にしてます。 でそれは逆に本店移転に気づかなかったから2件設にそもそも引っ掛か,かりもしなかったという人は確かにいますよあの本店移転に気づかなかったから2件も何も称号変更しか気づかなかったから1件にするということしか選択肢がなかったという人はラッキーな人も多いんですけどこの2つの称号、えー、変更と本店移転に気づきながらも1件にまとめた方が結構多いんですよそこには私も頭下が下がりますそういった意味では皆さんよく頑張っているなというふうふに思っているそれはもう皆さんへのです、ね、本当にあの頭が下がる思いでいっぱいです。で一覧 えー、とにかくこれなんとかずれずにいきたい、ね、当然だから、えー、3問、カッコ3は登記不要になっていきます問題は2欄ですよね2ランがです、ね、まあできてないまあできてないで1欄の名変を築いたのにここを落としている人のどんだけ多いか。 一覧の名変気づいたのに債務者の処方変更本店移転の債務者変更を落としている方がまあ多いです、それとこれ全部ずれちゃうでしょ1件目からずれちゃいますから例えばその後会社分割をかけて、えー、分割譲渡をやったとしても。 結局1件目からずれちゃってますし同じ欄の中の話ですから昨年のように債務者変更を落としていっても追加設定別の欄で採点してもらったっとい,、ねえー、いうのとはちょっと訳が違うとなるとこの債務者変更を落としちゃうとこれ第2弾全罰になっちゃう可能性があるんですね、まあ、もちろん債務者変更を落として会社分割分割譲渡にしても採点してくれるんじゃないか説つつのも、うん、根強くあります講師の間でも。ここがが会社分割の債務者変更で2件目が えー、分割上等にしちゃったで3件目になぜか B 建物の所有権移転登記をしてしたで4件目は登記不要にしたみたいなそういう人が一定数いらっしゃるでそれがこの債務者変更を飛ばしたことによって全仏になるかっていうのは正直わかりません一応会社分割による債務者変更と。 分割譲渡による年定当権の分割譲渡による登記はこの2件あ合っているのでその限りで部分ってもらえるんじゃないか説っていうのも、まあうん、これはもう最低委員の試験さじ加減なので何とも言えないんですがあ,あるんですねですが、ですがあの蓋を開けてみると、まあ、とにかく2覧はずれまくってますでずれまくってますから差がつきません、多分差がつかないでずれなかった人でも,ずれなかった人でも間違えてるんですよ、はやぶさ。 申請にこれ、工区の登記をやったあとにオツクの登記をしろって言ってるからもうはやぶさへの分割譲渡にの移転が終わっていることを前提にしているんですけど時系列からするとまだ小町なんですよね小町にしちゃったって人もすごいたくさんいらっしゃる、ねで。それからあとはここ 分割譲渡の登記申請事項を覚えてなくて出ましたら欄が小さかったですからね本当にあの欄のこの小さい中に書かなきゃいけないということで逆に欄の大きさを見て分割譲渡ないななんて判断しちゃった方もいらっしゃるで先ほど言った通り B 建物の所有権移転を書かなくていいのに書いちゃった方もいらっしゃる、ね、第1欄は、高土地について第2欄はあ違う違う第1欄は高土地について第2欄は。お あの所有権移転の登記については書く必要はなかったんですがそこを落としちゃった方も結構いらっしゃるようですだとにかく第2弾は差がつかないということです、ね、だからやらかしちゃってもそんな大きく失点はされないと思う、はい、次第3弾、第3弾第3弾は、うん、レベル的に難しかったわけじゃないんですが結構皆さん、もうテンパっちゃってますからさんたたる状況です。で 変更、変更という,ふうに書いた方は多いんですがと,とにかくこの変更後の事故の債権の範囲の電子記録債権かけてない令和3年6月1日会社分割の効力発生前のハヤブサに対する債権そもそも私、この書き方知りませんでした、ね、知りませんでしたしひなこレにも載ってないしだから、この書き方はあの書けなくて当然です。ね、書けなくて当然 でここだから皆さんできてません、それから次この債務者の縮減的変更なので権利者、義務者ひっくり返るここに気が付かなかった方続出でそもそも縮減的変更じゃない説まで飛び出していますですからあのー、縮減的変更であることを気づかなかった方または縮減的変更じゃないという判断をした方いずれも数多くいらっしゃいますので申請にひっくり返したのは差がつきません。 第3弾やらかしはあんまり差にならないと思っていただいていいと思いますそして第4弾,です第4弾はねやっぱ独立問題なのでつまりあの2弾、3弾が分からなくても4弾って書けたじゃないですかなので4弾は書きたかったなというのは正直なところなんです少なくとも利益相反への言及というのはえ入れてほしかった。でちなみに この添付書類としてはやぶさの株主総会議事録及び株式会社はやぶさの印鑑証明書こんな書けた方お目にかかったこと一人もありません印鑑証明書は書かかけなくてもいいと思いますとにかく株主総会議事録という言葉が入りたい入れたいそれから、次ここ、えー、なぜその手続きが必要なのか理由を書けなさいそれは利益相反に該当するためというですね キーワードとあとはこのおできれば不動産登記令7条1項5号のはねという条文番号が入ればなおさらよろしい入らなかったとしても登記原因についての第三者の許可同意または承諾したことを証する書面、ね、というどちらかのキーワード、ね、これがあだこ,このどちらかねこれは、ね、どちらかが入れば、えー、これああのおまあ、ちゃんとした点数はもらっていけるんじゃないかと思います。 で結果、不当法に関してはこの第1弾、第4弾、ね、これでもって、あのー、形になっていればそれなりの点数つ,ついてくると思いますよ多分、ゆるゆるの採点にしてくると思います不当,法不当法はかなり緩い採点にしてくることが予想されると差がつかないというのが、ね、現状だと思います裏を返せば2弾と3弾それなりに枠ずれせずにです、ね、かけていた方は加点を期待していただいていいんじゃないかなとじゃあ、消灯法に行きますね。法 反面すげえ厳しい採点にしてくると思いますよすんごい採点にしてくると思います、まあ、去年も一昨年もそう消灯法の採点のえげつなさはもう多分あの、何度か受験されている方だったら経験されていると思う多分、相当厳しいですこれあのの、添付書類、ねえー、ないしは新株予約権の、まあ、特に厳しくなると思われるのはここです新株予約権のお記載をきちっと書いたかどうか。 でこれの,のところをはしょっちゃったり時間があのな足りなくて分かっていたんだけど書かなかったりなんていうのはかなりの大量減点は、えー、やむなしと思った方がいいそれから、あとはここですよね散々レックでも出していた会計監査人の自動再生見なしの、えー、住人の登記これも落としてしまうと痛いかなと思います。そしししててですね添付書類としましてはまはああの、うん いつ落としたら0.5なのか、それともですね、えー、枠単位で何点なのか、まあ、全くわからないんですけれども、もちろん落とさずに越、えー、したことはない、ね、添付書類についても、できるだけも守っていきたいというふうには思います、まあ、この第1弾のところでは、この会計監査人の、えー、山田さんの自動再選みなしの住人と、新株予定の登記をきちっと書いたかどうかが一つの肝になってくると思います。そしてて続いてですね えー、第2弾のところに行きますと第2弾は、まあ、あのこの新株百貨の消滅なのか変更なのかってそんなちっこいことはどうでもいいですよどうでもいいまず、えー譲渡制限、譲渡制限のところをきちっと書いているかどうかですよねでここは外したら痛いここは痛いと思うじゃないと役員のところ全部潰れちゃいますから、えー、この譲渡制限の変更 えーと役員関連ですね役員は1人たりとてある意味、落としたくない、まあ、1人ぐらいだったらいいかもしれませんがそもそもあの退任ということを気づかないと大量失点はやむなしと思った方がいいそして、最後ここ新株薬券の消滅なんですけれども1100個という数だけ書いておけばいいんじゃないかなと思いますねこの2、ね、行を書いてない人が続出してるんです。 えー、1100個になったに伴って新株約権の目的たる株式の種類及び数またはその算定方法そして優先株式1万1000株ここがかけてない人が実力者でも多いのでここはそんなに大きな失点にはならないとにかく、えー、新株約権が消滅したということに気づいたアピールができれば、ね、あの食いとどまるんじゃないかなと思いますそして第 3, 弾です第3弾はこれはちゃんと取りたい。 これがあの支配人へ登記できる事項にしてしまうと先ほどの第2弾のところからも失点されちゃいますし第3弾も間違えることになるので相当な失点やむなしと。 でですので第1欄での会計監査人自動再選新株予約権の発行の登記第2欄での譲渡制限の変更と役員そして、えー、支配人の登記できない事故ここがしっかりかけているということは非常にあのポイントになってくるんじゃないかとこのいずれかをまあ落としてしまうと、えー、結構な勢いで減点されてしまうというのが去年、一昨年の採点傾向だと。 その消灯の方で厳しく採点して、まあ、本人の主観ないしはレックの再現答案の、えー、採点サービスなんかよりも10点低かったみたいなねそういうような声とか結構いただいてますからあの消灯法のところでいかに守り切れたかというのが一つの、ね、ポイントになってくるかと思いますで今年の記述の基準点予想なんですけどこれ昨年と同様か。えー 昨年より上がっても本当にプラス12点とか。 だから34とか38とか9にはならないと思いますただ、何をもって32なのか34なのかっていうのが分からないので34ですとか32ですって言ったところで何の意味もないんですよですので、不当は相当やらかしても一覧四覧守ってその後、ちゃんと積み上げていけばそれなりに点数にはつながるただ、小党は厳しい採点は確保しておいた方がいいよということはね皆さんに申し上げられるかなと。で合格点としましまては えー、卓一記述、基準点、えー、もちろんプラスアルファの上乗せが必要ですプラスアルファの上乗せは昨年同様、択、えー、一換算8問8問というのが1つの,、まああのキーワードになってくるんじゃないかなと3波24点24点の上乗せというのが1つの目安になってくるものと思われますとなりますと午前、午後とも基準点が択一低いと思いますから、えー、200点いかないかもしれない、ね。そこはあの 合格点が200点いかない、えー、ということは、えー、だからなんだと言われちゃうとそれ,それまでなんですが、まあ、一つのお予想かなというふうには思います、まあ、いずれにしても午後が、ね、本当に長文で卓越の不当法のレベルの難易度の高さ、えー、あれを考えるに、まあ、皆さん、本当にすごい試験にチャレンジされていらっしゃるなというふうに改めて感じられたと思うんですが現状としては今こういう状況になっています。でこれからの まあ今日お越しいただいた方とこれからまあ。 まあ、人数多くありませんから個別相談のお時間ちゃんと設けさせていただきますので、えー、個別にいろいろ伺ったり、ね、それから、えー、私のところに届いているいろいろなご報告を受けて最終的にはもっともっと精度の高い情報を検証会でお話しさせていただきますので、えー、そのぜひ検証会の情報も、ね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。<laughs> さあそれではじゃあのそれを踏まえて今日、問題写真せっかく持ってきていただいてますからちょっとキーになる問題をいくつかご紹介していきたいんですがまずですね 憲法,刑法、午前科目憲法刑法は6問狙いをしていかないと今年は無理ですね無理ですねとかそれが合格レベルですねあの憲法、刑法ともに、えー、レベルとしては非常に優しい問題でした。で あの水路問題が復活したこともなかったですし財産罪は大方の予想通りの強盗でしたしで、まあ、山当ても当たっていましたしねですから憲法刑法に関しては6分の6取っていくぐらいの、ね、やっぱりつもりでいてほしいし、まあ、落として一問かなと。 えー、有機はいたします憲法、憲法については特にコメントするこれって言ってコメントするような問題ないので、えー、コメント控えますで民法に入ってですね民法まず、総則はもう全問正解ができなきゃだめ1問目、成、えー、年後見制度、えー、2問目に当たる5問目が錯誤錯誤は改正点があ4箇所出ましたね。 第5問目、錯誤についての問題第6問目、消滅事項これも改正点が4か所出ていますでも、いずれにしてもあの決してレベルとしては優し難しくありませんので絶対に脅しちゃダメです民法相続は完全制覇が必要。 はい、物件、第7問目物件的請求権これも毎年出ている問題です足の「お」、所有権両方の問題は何それって知らなくても「ああいえ」だけで第7問答え出ますから第7問もやっぱり取っていかなきゃいけない。で物件編第8問目 えこちらの物件変動についてはもちろん取らなきゃいけませんしああそうだこれで言わなきゃいけないんだ、うん、第8問目足の尾、ね、私回答速報会で恥をさらしましたで恥をさらしてあの、えー、しまったんですけど どうしますか先生、恥ずかしいからあそこカットしますかって言われたんですけどいや別にたくさんの人が聞いちゃってますから今更カットしてもねあの端の上塗りなんでカットしてませんけれども足のちょっと見ていただけますか第8問目 A が倉庫に帰宅中の A 所有の動産口を役日時までに代金を支払わないときは契約が執行する目の,の解除条件付きで B に売却した場合には B は売買契約が締結された時点で動産口の所有権を当然に取得する。これ要するに 代金支払うことを解除条件あ代金を支払わなかったら契約が失効するだから所有権移転が失効する解除条件付きで B さんに売却したでこの B さんが代金を払わなかったっていう記載はないんですよってことはまだ解除条件が成就したとは書いてないであるならば B は売買契約が締結された時点で同産公の所有権を当然に取得する丸じゃねでしょ 解除条件成就するまでは所有権移転の効力が生じてるんですから解除条件成就したと書いてない以上これ、意思主義ですから日本の民法は176条でえ意思表示のみでもって所有権移転が起こるというね意思主義を考えると当然に所有権は B に移転するんじゃないのって、ね でもそれにしちゃなんで倉庫に帰宅中とかいう意味不明の条件がついてるんだ条件とかいうかあのこのキーワードが冒頭についてるんだろうってちょっと嫌な予感はしたんですけど、うん、でもこれ意思主義だから当然に所有権移転するんじゃねえの丸じゃないそれととと丸が3つになっちゃうんでですすよねイとウとオです答えは3で「い」「う」を選ぶ「3」なんですけれども「お、えー」オも「丸だと「三」が正解になってしまう。これちょっといいわわゆる正しいものの組み合わせは 2つのはずなのに3つの中から2つを選ぶさんが正解というのはちょっと今までにはね今までまあ没問とかミス問ではあったんですけども気持ち悪さが残るねなんていうことを即行会で言ったんですよ言ったんですよでもまあ答え変わらないから3だよなんて言ってそれで済ませたんですけど「昨日見ました?」 あの,タクのタクじゃない辰巳の松本先生とタクの姫野先生がどこぞやの講師が、ねあのえー「この第8問目回答正解足が3つあると言ってるけど私は違う」と「思う、ね、なぜならこれこれの判例があるからだ」って言ってあのご丁寧にも判例を見つけ出してくださってですねでそのは判例があるんだって言ってこの足のを倉庫に帰宅中倉庫じゃなくてもいいんですけど帰宅中の動産をこういった解除条件付きで飼い主さんに売却した場合にはその解除条件が成就する か分からないうちは所有権移転の効力が及ばない所有権移転の効果が生じない。 知らねえわってその知ら,ねえよもう知らないしはあっていうねなんだその判例って言っても私もちょっともうあの悔しかったんであの判例解説最高裁調査官の判例解説全部読みましたけどまあどの学者もねクソみそ言ってんのこの判例ふざけてるみたいなこの判例はなんかこう民法176条の意思主義の原則に泥を、ね、かけるような判例であるみたいなそのいわゆるあの今後の判例変更を期待したいとこまで書いてる学者もいてなんで判例の価値としてもねこんなねあ,の、うんまあ、ある意味言い方悪いですけどうんこび みたいなそのですよこんな問題でよく出してくれたなっていうことで知らねえわと思いながらそ,それでまた,またねあのお,お二方はご丁寧に解説してくださっていていやもう私、速こだから反応して知りませんでしたあのあのお恥ずかしながら知らなかったのでありがとうございました言いましって言いましたけど,たけど知らないですよ、こんな話をだからいいんじゃないですか知らなくてどう見たってこれあいうとえ。 この IUA の基本的な4つの足で答え出ますから、出ますからああ、EU だから EU だけでも出るわけですから、ね、だから本試験の問題を作った人もあの軸足判断で消去法でもって問題を、ね、作って、えー、くれることあ問題を解いていくことを想定して問題を作ってますから恩については、まあ、確かに私も間違えましたし、ね、あのおそれ自体は不勉強だったと思いますけどこういった、ね、判例に振り回されずにいてほしいなというふうに、まあ、皆さんにはあの今まで通り知らなくていいや 私は知らないままあ、いた方がいいよって えただちょっと恥かえちゃったのは私ですからあのおねあそれそこは申し上げておきますで一応恥かえたのは私なんですけどどの講師もみんな知らないって言ってたんですけどねうちのレックの講師はみんな知らない知らないこれ正しいって言ってたことは一応一応ねあのお付け足しておきますじゃ第九問目についてもこれは物件十問目地上権地域権十一問目先取り特権十二問目権利七権十三問目抵当権十四問目ね抵当権十五問目上 とはいここまで全部 A ランクです全部落としちゃダメだから、ね、合格する人は多分15問目までで1問も失点してないと思います、まあ、もちろん例外はあると思いますが15問目まではもうとにかく落としちゃダメでその後からですよ16問目から経路雲行きが怪しくなってくる債券に入ってやはり改正箇所がね結構出ている16問目の足の「あ」。 でまあ、16問目はでもかろうじて「あ」と「う」だけで切れるので「えー、C」とは言いません16問目は「B」ランク、ね「あ」と「う」だけで切る問題だからです17問目改正箇所、e「い、えー」これも「う」と「お」だけで切る問題です「う」と「お」だけで正解を導く問題だから2足なので「B」ランクとしますがでもやはり正解し,たしていきたい問題で18問目これは無理 無理とというか落としても仕方がない改正箇所が「あいえお」で軸足になるのは「え」と「お」残念ながら2足にまで絞れてもその先いかないので、えーまあ、これは落としても仕方がないかなとは思います、はい、19問目、えー、これは「あ」と「い」と「え」の3足で切っていくただ改正箇所が5足中4足を締めますので、まあ、そういった意味でもやはり B ランク、まあ、ちょっと骨の折れる。 合否を分けてくる問題となってきますなので、再建がやっぱり改正がありましたから骨折れますね、18問目以外、B ランクということになります、で20問目、ここから親族分野、20問目は絶対落としちゃダメ21問目も同じく落としちゃダメ22問目、これも落としちゃダメところが23問目、遺言執行者、これ、改正箇所が EUA なので、 これはあの落としても仕方がない、C、ランクの問題。これはもう民法の中で唯一,唯一とか2問落と,しちゃい落としても仕方がない問題のうちの1つということになります。となると合格レベルは20問中の1818 18は取っていきたい、はい、県警は先ほど言った通り全問正解狙っていきましょう盗品当罪出ましたねあの山手でも言いましたが盗品当罪はようやく今年出題されてきました会社法です会会社社法。会社法は正直… あのですねえー、今年、落として、えー、いい問題いきますよ、28問目、これ無理、無理です、はい、31問目、監査等委員会、落としてもしょうがない,、はい、32問目、事業譲渡、これも難しい、33問目、持ち分会社、えー、そして問題の35問目、総、え、合、ー、営業、ところが。<laughs> この営業でも私、恥をかきましてもうなんかちょっと貧乏くじ引いたの,はあの私だったと思うんですが今回の回答速報でもう自信持ってもドヤ顔でも35問目できませんでしたけどそれが何かみたいな感じで回答速報してきたんですけどどうしたんですか、皆さんどうしてこんなできるんですかあのちょっと逆に教えていただきたいんですけど皆さんあのあの、この35問目の生徒率お教えしましょうか35問目の生徒率すごいんですよ。 ど,ど,どうしちゃったんですかね、35問目77%か何かの正答率なんですよ。ていうか教えてないよねっていう教えてないよねであの本当に公師間でも顔を見合わせてです、ね、どうなっちゃってるんだっていう話をです、ね、し,てきているしているところなんですが。 まあ、あの勘で解けたっていうその勘とやらはね、まあ、本当に素晴らしいことで、まあ、もちろん勘も実力のうちですね皆さん方、今までいろんなところで頑張ってこられたのが有権向けで協力を、ね、結んだと思うんですけどあの正直に言いますよ後であので実は俺はできたんだみたいなことを言ったらあこいつ、嘘つきだと思ってください講師全員間違えました講師全員間違ってますからもし誰かがいや実は俺は会ってたんだよね的なことを言ったらああこの人間違えてるって思っていただいて、ね、あのいいと思うんですがあの本当に全員間違え てましただから正直、これを皆さんが77%以上の方ができていることに本当にもう脱帽なんですがでも、レベルからいったらこれ C ランクです、えー、ですので会社法が去年よりかなり難しくなっているでそこが午前科目を、えー、私たちが午前去年よりも基準点がそんなに上がらないと判断した理由だと思ってください。 で午後科目なんですがちょっと、ね、検証会前で午後科目について私があんまりベラベラ話すのは根本さん、あんまりよ嬉しくよ喜ばないので5科目については概略のみとさせていただきますがまず、えー、マイナー科目ねあの民粛計算法これは正直、えー、1問目、2問目、3問目の小ぶり感が半端ないですよねそこっていうね。 期日または期間とかで小さい論点をまあよくも出してくれたねっていう第三問の,その訴訟行為の方式もそうですしなんかこう小物感が半端なくでもっとこう違うところを予想していた方にとっては片透かしやってねえっていうね。 ただ蓋を開けてみるとマイナー科目の民主5問は比較的、皆さんよくできていらっしゃいます特に第4問、第5問なんてのは、ね、ほぼ皆さんちゃんと正解されていらっしゃってで民法、民質も軒並み結構取れていらっしゃるので7問中5問とか取れている方は結構な確率でいらっしゃいますですからマイナーあー次の不当の択一の,の難解さを考えるとマイナーでしっかり取っておきたかった。 マイナーは五問ぐらいはね、あの確実に取っておきたかったというのがあの言える言と思います。で、教託、あ次の八問目の司法書士法、これほとんど皆さんできてます。これ落としちゃダメ。はい、九問目教탁、えー、教託の管轄を落としている方が目立ちますが、十問目十一問目の、えー、弁済教託と払い渡しについては比較的皆さんできてらっしゃいます。だから教託は三分の二がやはり合格には必要。えー、によって あの11問のマイナー全体でいうと落としていいのは民訴系の2問で共託の1問少なくとも9問は取りたい9問取りたいえだから民訴民民事保全からマイナス2共託マイナス1でえ11問中あ9問じゃない11問中8問か8問を取っていきたいねというのが合格の目標値ということになります。 不当,法不当法が難しかったもう本当に文章が長くてね皆さん本当にあのアップアップじゃないかと思います平成31年劇難だった不当法のレベルだけを比べますと、えー、平成31の方が難しいです平成31年、あの22えー、午後の基準点が史上最低だった22点だった平成31年よりと比べるとそれよりかは難しくはないのですがただ22を、22年。 31年の一番史上最難,しかった最難だったに、えー、31年よりも文章が長いんです多分、今週末根本商事があの長さ問題文の長さ何センチメートルってのをやってくれますから全部測って何センチってのをやってくれますからあのその31年と文章の長さが何センチ長かったかっていうのを全部足すんですよ問題の、ね、文章の長さをあれを見ていただければあの一目瞭然だと思うんですが主観的には私は今回のほうが分量多いと思います。 レベルは31年よりも優しいだけど文章は31年よりも多い文章多いほうがあの皆さんに与える影響というのは、まあ、大きいとも言えるので、えー、そう考えるとです、ね、不当法は6問落とすというのは許容範囲だと思いますが16問中10問,10問を死守し,していくということを、えーまあね、目指すべきかなと目指すべきというか、まあ、そ,それもありかなと、ね。 でちなみにあの、没問疑惑がかかっています、えー、と23問これもななんですか、ね、どうして私ばっかり叩かれるんですかねあの確かに当日ツイッターでこれどう思いますかって問題提起したのは私ですこれ、没問じゃないですかっていう,いう言い方はしてませんよあのこれっておかしくないですかって言って、ね、あの問題提起したのは私なんですけどあそこ書いてましたよね。 根本庄子が見つけたってて書いてましたたよねで根本が見つけたんだけどこれってどうですかって書いたのに今や5チャンネルではうんの恐そらくふざけんなみたいなあ,のあれ、没問にしたらおいやのいや許さねえみたいなことを言われてるんですが、まあ、正解だった方からすると確かにこれ没問になっちゃうと、ね、あの採点対象にならず34点満点で計算されちゃうとこれ正解だった人にとっては本当大変残念な結果になっちゃうから気持ちはわかるんですけど根本庄子が見つけたって書,書きましたよね <laughs> なんか根本さんが見つけたんで私が見つけたわけじゃない,ななないんですけどまあ あの、なんでしょうかね、叩きやすい人叩くんでしょうね。あの、二十四ページ、あ、二十四ページな、さ、二十三問目。二十三問目、もうちょっと、なんで没問疑惑がかかってるかというと。いいんですか、あの、敷地権化した土地に対して、えー。敷地権付き区分建物になった後に、土地のみ、建物のみに所有権移転の一号、二号の仮登記をするのは敷地権の登記原因。 日付よりも前の日付を原因とする1号2号の仮登記だったらできるっていうのは鉄板の知識ですよね敷地権化されたその日付よりも前の原因日付で登記申請するのであれば敷地権化された土地のみまたは建物のみに1号2号の仮登記を所有権移転の仮登記をするのは登記可能じゃないですか。ね、でもでもですよこれ違うんですよ。これ1号仮登記の 土地を敷地を権にしてるんです借り登記が入った土地を、えー、所有権移転借り記が入った土地を敷地権にしてるでしょここ令和2年12月1日売買で原因、えー、日付令和2年12月1日なんですよ所有権移転の借り記が入った後に敷地権になってるじゃないですか令和3年3月12日。 1>, 1号狩りが入った土地を敷地権の目的たる土地にできないんですよで,だ,そうでしょだって1号狩りってことはもう B に所有権が移転してるんですから B の土地なんですよ実体法はなのになんで A が敷地権化してるんですか A が上にああマンション建てて敷地権付き区分建物としての敷地権である旨の登記を、まあ、あ申請してるんだと。 だから、1号仮狩りが入った土地を敷地権の目的たる土地にすることはできないという知識を使うとこれ前提がおかしいんですよ、こんな土地あってはいけないんですよ、あってはいけない登記を前提に問題を解きなさいっていうね、なので前提が違法状態、無効状態ということになるから、これ、没問なのかなっていうね問題提起をさせていただいたんですけど、えー、それに対して。 いいろいろ本職、司法書士の本職が反応してくださって特に面白かったのが土地科学調査士の先生たちがおかしい、おかしいこんなのありえねえ土地科学調査士の先生がブーブーブ,ーブー言っててあでそのブー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 おかしいおかしいって言ってくださったので私もあやっぱりなとあの自信を持って、ね、次第なんですけど、まあ、全部根本さんにこう送ってですねそのツイッターの画面を送ってほら、大丈夫だよ同じこと言ってるよって言ったんですけどそのただ、本職の中にはあでも私見たことあるって言ってくださった方がいらっしゃった司法書士の女性の先生なんですがででいろいろ話聞いたら あの間違ってなされた登記だから実際には登記官だって人間ですから間違って実行されちゃうということは、まあ、ないとは言えないでそうやって間違って実行されちゃった登記が世の中に残っているということは大いにあり得るで間違ってなされちゃった投っということは世の中にあり得るんだったらそれを前提にした問題というのは苦しいけど、えー、問題自体を没問にするほどじゃないのかもねというご意見をいただいています。 ギャ,ンギ,ャラギャンギャラ声を上げると多分、法務省も取り上げざるを得なくなるんですよだけどその、たった1回ツイッターで潰れるだけであんなに皆さんに怒られちゃうんだとちょっとこっちもねのお前のせいで3点失ったとか言われちゃうとちょっとその、えーね、いや根本翔士が気づいたんだけどっていうのもなかなか通らなくなるのでちょっとそれは動向を見極めて <laughs> え考えますあの3年前の事業用借地検の時に没問になった時はあれは伊藤塾さんが騒いだんですよ。確確確か確かかだと 違かったらごめんなさい伊藤塾さんじゃないから辰巳さんがタックさんが、まあ、とにかくレックじゃないんですでだから予備校がおかしいんじゃないですかみたいな声を上げると法務省としても取り上げざるを得なくなるみたいなのでちょっと皆さん方の反応を見てね <laughs> 私たちも考えますのでちょっとこれはちょっと置いといてくださいこれ次第によって基準点変わる可能性はもちろんありますそういったところも検証会で根本庄司が話してくれますからねあのそこを待っておいてくださいで、えー、あとはですね26問目、えー、うちととある予備校さんとで答えが割れていましたが私 私たち間違っていないな十六問目の登録免許税の問題は2番が正解で、えー、間違いはないかと思います、これあの、氏名変更と住所構成がありますので、たすきがけで2000円、名変で2000円になりますので、そこに抹消正登記が入って5万3000円ということになります、さあ不登校は先ほど言ったとおり、16問中、何とか10問を支出しましょう。 次消灯法、消灯法のレベルは平年レベルです、決して難しくありませんですが不登法でだいぶ痛め,痛めつけられた皆さん方がそのままの,あの精神的な感触でこの問題に行っちゃうとやばいでしょうね、なので、えー、いつもだったら2問間違いで収まるような方が3問間違いとかね、いつもよりやらかしちゃってる感はあるんですがこれは例年,例年レベルと申し上げておきたいと思います。 さあそれではじゃあ、こんな感じが今年の試験の完食だったので何度も言いますがこの今日のお話は私の個人的な感想ですからあの検証会でぜひ、ね、あの精鋭揃いの講師特に記述の赤松さんの 講義は秀逸ですから赤松採点というのが去年もあの非常に評価されて赤松さんが自ら拝点をつけて赤松採点基準っていうのを作るんですよ。それに従って採点するとあの合格した方たちが赤松採点がレック採点より近かったとっいう、ね、方は結構いらっしゃいますから、まあ、ぜひあの、赤松さんの記述の公表を、ね、聞いていただきたいそれで、あと毎年あの公表の,その根本所持の問題文の長さ何センチか他、ね、他ののにパクられてを あの長さ何センチからと2番センチだから何文字かっていうので <laughs> あの検証をし始めてパクられたパクられたって昨日も大騒ぎしてましたけれどでもあのぜひねあの検証会はお聞きになっていただきたいと思いますさあそれでは最後にあの今日のタイトル全然話してないであの一応今後のですね実力あの 中上級者講義のラインナップだけ簡単にお話しさせていただくと私はあの毎年のように実践力パワーアップ講座を受け持たせていただきますで、実践力パワーアップ講座の最大の特徴はもうとにかく網羅的に講義しますいわゆるパーローと、えー、卓一ターゲットが網羅性ないと思ってください卓一ターゲットもパーローも実践力よりも比較的点数取れてる方を対象にしますので、えー、そもそも パーローに至っては第1回目が多分94条2項類推適用とかじゃないですか要するに制限行為能力だとかそれからあの心理留保だ制限行為能力だ、胎児だ、ね、なんていうところは当然知ってますよね。 そんなの貴重な時間に抗議を受けてもしょうがないですよねっていうスタンスだから1回目が抗議を聞いていく価値のある、まあ、そのレベルの人にとってはですよ94条2項累積適用が1回目いきなり始まるみたいなで次はもう時効になっちゃう,う条件期言なんかやらない、うん、テキスト見ればわかるでしょっていうそういった方たちを対象にしているのに対して実践力はとにかく網羅的にやりますでもちろん、ね、あの読んどいてっていう箇所はありますよ。 初級講座よりか少ないですから完全に全部1から10までというわけではいきませんけれども論点を飛ばすということは基本的にはしないだから全論点についてお話をしていきますそして、その出発ラインは初級講座を受けていらっしゃることを前提としつつも、えー、制度趣旨から話します制度趣旨から話していきますからあの予備校の一通りの基礎講座を受けていらっしゃればついてこられないということは絶対ないと。 で大を,か、ね、小を兼ねるの発想で割と2年目の王道講座なんて言っておきながら蓋を開けてみると受講生の多くは3年目、4年目下手すら6年目、7年目なんて方もいらっしゃいますつまり、飛び石でこう講師が重要だと思ったところをポンポンポンとね講義していくっていうタイプの講義だと自分が話してほしいところは必ずしも講師によって。 あの解説されるるととは限らないという、ねまあ、リスクがあるそれだったらば、まあまあ、分かっているところを講義聞く分には構わないから全般的に全論点をもう一度聞きたいという、ね、そういったあの上級者もおらいらっしゃいますので大、まあ、あは小を兼ねる発想で必ずしも2年目の方しか、えー、あの受け付けませんよとかそういうことではありませんのでそこはご安心ください。そしてです、ね、あのこののの講座のもう一つのポイントが 3ページ、まあ、今このパンフレットで今お話をしてるんですが。 ここれでで思いい出したこの表紙ひどくないですか、まあ,、まあ、いいいいやあんまり表紙のことで言ってもしょうがないせっかくイラストレーターの方が書いていた、ねまああので修正の結果、こうなったんですよ最初上がってきた時には影がついてなくてこれ塗り壁かっていうぐらいの,です、ね、あの,あのひどいあのイラストだったんですけどであまりにあの,ちょっとのっぺり顔で、ねまあ、の元が元なんで素材が素材なんでしょうがないんですけどちょっと先生、これちょっとひどいから影入れてもらいましょうって言って影入れてもらってあのここに至ったんですが、まあまあ、その3人の,あのイラストが書いてあるこのパンフレットね。 パンフレットでいうと3ページのところにありますペースメーカーとしての役割も非常に期待していただきたいと思いますつまり、あの1年目の時には初級講座を取っていらっしゃったから、ね、そんなことはなかったと思うんですが2年目以降になりますと今この時期にこれやってて果たしていいのかという疑問というのは常に付きまとってくると思いますそういった、ね、もうこれやってていいんだろうかという疑問にあの丁寧にお答えしていこうと思います。これ去年のものもなんですが 去年のものを持ってきたんですが去年のです、ね、民法の1回目こういったあの皆さんにカレンダーをお渡ししてますでこれ初級でもお渡ししてるんですが通学生の方に向けてその民法1回目で次の日は講義の復習で次の日は会社法をやってで民法2回目でとかってあこれ、民訴法かこれ民訴か。 あ民,の1回目あ民法の1回目だねああだからそう民法を先取りしていきましょうっ講義は民法からスタートしてで去年は民法を先取り受講できたんですねだから民法をやっていきましょうみたいにで通信のクラスの方に向けた学習計画カレンダー、ね、それからあとはその実際のパワーアップコーナーの復習の仕方等についてのアドバイスとこういったその。 ペースメーカー並びにもう合格するためにどの時期に何をやっていけばいいかということをですね、随時皆さんにご提供してとにかく路頭に迷ってもらいたくないってねえこの時期に何をやればいいのかということをえ明確にこう導いてアドバイスするというそういった役割に期待をしていただきたいなとでそこにこそ高いお金を払って中小級講座をねあの取るということに意味があるかと思いますので。 特に昨年、初級でもって今年2年目の方または昨年、特にこういったインプット講義を取らなかった方などにお勧めしたいなというふうふに思っております。 そして記述に関しても記述対策万全の体制でフルパッケージになっています、でもちろんあの直前期の答連公開もしもフルパッケージになっているものをご紹介できますので、えー、まあ講座の詳しい説明等は後でまたあの担当のスタッフないしは私に個人的に聞いていただければと思うんですが、毎、ま、年、あ、あ多くの、ね、合格者出しておりますし、昨年、まあ そうですね昨年の受講生まだ結果わかんないからなんあれなんですが昨年の合格者では、えー、生講義のクラスの3分の1ぐらいが合格しましたすごかったんですよ、おととしの受験生で去年の合格者がで非常にあの生講義の受講生ですよ通信まで入れたらわかりませんが本当にすごくいいあの合格率で自分もちょっとびっくりしたんですが。あのー そういった実績は出していますので、まあ、自信を持って皆さんにはご紹介をしていきたいと思いますなおちなみに梅田駅前本校では赤松講師が担当していきます、えー、私の通信も一緒に見ることができますので赤松クラスにいながら私の通信を聞くというあの使い方をしていらっしゃる方もおられますので、まあ、そこはのお通学クラス設定の場合ご選択できると通信は私になります こういった形であの自信力は行っていきます。で、その他にももちろん卓一ターゲットこれは前年度のリバイバルあの放映ということになります。で、今年新しくパーフェクトローラーこれは根元さんが担当いたします。そしていやインプットはちょっとという方の向けにですねこのパンフレットで言うとに二十三ページ以降秋からの 模試引用を中心とした勉強をしていくパックというものも今年新たに作っております森山さんがあの責任を持ってですね模試をセレクトしてペースメーカーとしてさまざまなオプション講義がついておりますこういった選択も含めてどうぞあのこのパンフレットですねあの隅々までご覧になっていただきたいなと思いますそして何度も申し上げますが今日お話ししたその本試験の書簡はあくまで私の書簡ですから今後のですね答い 検証会等にお顔を出していただいてですねまたは映像で,映像でもって、まあ、当日にご覧にならなくても後からウェブでアップされますからあの実際には赤松採点だと自分は何点なのか、ね、そういったことを。 あの情報収集をしていただきたいなというふうに思います。その上で、まあオリンピックだなんだで世の中はちょっとあのざわついてくるかと思いますが、まあ、7月中を目処に自分の勉強の方向性などをね、まあ、大枠で決めてっていただけるとえ、もう来年に向けたスタートとしてはちょうどいいのかなというようなところです。さあそれではじゃあ時間が来ておりますので、一旦私の方からのお話はこれで終了させていただいて、今新宿エルター放課で聞いてくださっている方のみで恐縮なんですが、この後ですねえ個別で 持って皆さんのご相談に乗らせていただこうと思います。またあの、えー、個別相談と各レックの本校受付でもって各講師が個別相談の予約を受けたまっています。まだ空いていると伺ってますので、えー、どうぞですねご自分があの報告したい相談したい講師のですね電話相談の予約とお取りいただければと思います。それではじゃあ私からの話は以上で終了していきたいと思います。えー、皆さんご清聴どうもありがとうございました。